サイト線は、大阪府吹田市の万博記念公園駅から、大阪府茨城市のサイ西駅を結ぶ、大阪モノレールの小座式モノレール路線である。正式な路線名は、国際文化公園都市モノレール線であるが、旅客案内上は使用されていない。万博記念公園駅から、万博記念公園の東側を半周して北進し、 半大病院前駅を経て、茨城市北部の国際文化公園都市の、サイ西駅まで路線が伸びている。豊川サイ西付近の沿線風景朝ラッシュ時は、約7から8分間隔、夕方以降や、平日の早朝は10分間隔で運転される。また、平日の朝と夕方以降は、本線の千里中央駅サイ西駅間の直通運転が行われるが、それ以外は、 船内折り返し運転となる。昼間時間帯や休日の早朝は約20分間隔の運転となる。公園東口駅前の万博記念競技場でアメリカンフットボールの試合など多くの観客が訪れると予想されるイベントがある時は臨時列車が設定され20分間隔の運転間隔となる日中の一部時間帯が10分間隔の運転となるほか 行事の終了時など一気に多くの乗客が乗車する時間帯には定期列車も合わせて5分間隔の運行が行われる時もある。この臨時列車は土、ど休日でも地里中央までの直通列車が設定されることがある。この臨時列車は、サイト西駅延伸後しばらくの間は、サイト西までの全区間で運転されていたが、2008年9月に、 半大病院前駅近隣の茨城カンツリークラブで行われたパナソニックオープンの観客輸送のための臨時列車からかつて半大病院前駅が終着駅だった時に使われていた折り返し用のポイントを活用して万博記念公園駅から半大病院前駅までの区間運転となりそれ以降の臨時列車も臨時列車を含めて10分間隔となる場合は多くの場合で 半大病院前駅折り返しとなった。この折り返し列車は折り返し用ポイントが、半大病院前駅の万博記念公園駅側にあるため、サイト正方面駅ホームである一番線に到着後、そのまま折り返す。ただし、臨時列車を含めて5分間隔となる場合は、半大病院前駅の一番線での滞留時間を確保できないため、従来通りサイト西駅折り返しとなっている。 2015年までは J リーグのガンバ大阪が万博記念競技場を本拠地としていたためホーム線があるときは必ず臨時列車が運転されていたが本拠地の移転により臨時列車の運転機会が激減したその他斉イ西駅が最寄りの大阪大学外国語学部のオープンキャンパス開催日に臨時列車の運転が行われた年もあったが現在は 大阪大学のオープンキャンパスが予約制となり人数が絞られたこともありオープンキャンパスでの臨時列車は運転されていない。千里中央発の平日ダイヤの最終列車は門真市域よりも23分も遅い午前0時5分にサイトに市域が設定されている。そのためサイト線の各駅は本線の各駅よりも遅い時間まで営業列車が運転されている。この列車は サイト西駅の到着ホームに到着後、折り返し線を使って、サイト西駅の出発ホームに、点線後に、一晩留置される。サイト線が、万博記念公園駅に入場する。すぐ手前で、わずかの距離であるが本線と軌道を共有している。このため、行楽シーズンなどで本線が遅延している時や、 万博記念競技場でのイベント終了時などで、サイト線が遅延している時には、別の線のダイヤに影響を与えることになる。2010年3月28日のダイヤ改正により、夕方以降の千里中央駅直通列車が、深夜1本を除くすべての列車に拡大された。また2017年6月3日のダイヤ改正で、 平日は佐野見、大阪空港駅行きの直通列車1本が設定された。国際文化公園都市へのアクセス路線としては、当初阪急千里線を延長することが検討されていたが、人口規模からモノレールが選択された。万博記念公園半大病院前館は、大阪大学医学部と大阪大学医学部付属病院の要請を受けて1998年に、 先行開業した区間であり、この区間にある、半大病院前駅と、公園東口駅は、本線と駅舎の形状が共通している。一方、2007年に開業した豊川駅、サイ西駅は、それぞれ独自のデザインを採用している。今後のサイトの開発を踏まえて、サイ西駅から、 サイトの中地区の中部駅を経て、東地区の東センター駅までの区間が整備される予定となっていた。サイトの中地区は物流拠点として開発されることが決定しており、東地区が当初計画の住宅地として開発が行われるかどうかは不透明であった。大阪モノレールは、サイトの開発が中地区だけの場合は、中地区に設ける。 予定の中部駅までの延伸は行わない方針で2015年のサイト中地区のオープンに際しても現実に路線の延長は行われなかった。中部駅はサイト線が東センター駅まで延伸された時だけに作られる中間駅とされていた。サイト東地区は2015年に社会情勢の変化を踏まえて住宅地が中心の開発から 産業団地が中心に変更されている。住宅地を中心とする当初計画では3万人の人口が計画されていたが、変更された計画では人口が5000人になり、乗客が少なくなると予想されている。ただ、開発が始まったサイト東地区の中央東地区にはモノレール車庫用地が用意されている。しかし、 2017年1月27日には、採算が取れないとして、大阪府が、サイト西駅伊藤の延伸を断念することを、決定した。2019年1月11日、未着工区間である、サイト西駅伊藤の軌道運輸事業の廃止を、国土交通省近畿運輸局に申請し、3月19日付で、許可された。全駅大阪府内に所在。ありがとうございます。